要救助者確保。先生、はいはい。ごめんなさい。こうして僕らは脱出した。もちろんそれは悪夢のような毎日のたった一日が終わったということに過ぎないのだった。そして僕らは何とかして川を渡り、家族と再会しなければならない。